はようございます。私たちは今 JR 青梅線の御嶽駅に来ています。今日はこれからバスに乗って御嶽山の方に行きます。後で紹介します。時刻表こんな感じ。シッカ使える340円。やばい、しかも朝も食べてないんですよね。なんだと地元駅です100円。食べていく？いいです、大丈夫です。今日のメンバーをご紹介します。あけみです。ゆうこです。えいじんです。はい、はい、今日はこのメンバーで登っていきます。今日今ここにいて徒歩30分ぐらいで御嶽神社まで行って、その後ロックガーデンをぐるっとして、その後行けそうだったらこう戻ってきて日の出山まで行くか、こう鍋割山の方ぐるっと回って戻ってくるか考えたいと思っています。日の出山に行ったら温泉に行けるけど5時間ぐらいかかっちゃうから、頑張れるかどうか。日の出山かな、ね、どうかな。でも温泉もね、魅力的なんだけど、ツルツル温泉、ツルツル温泉、ツルツルになるからってことですか。どうなんだろう。わあ、今日はエリチンが初めての登山、ダイエットしに来ました。ダイエットしに来たって言ってるからいっぱい登ったり降りたりするかもしれません。ヨマップダウンロードしてるんですけど電波がちょっとあれなんで、みんなあの都会でちゃんとダウンロードしてきたらいいと思います。あとすぐ御嶽山山頂です。とりあえず参拝します。行ってきます。やった、なんか大吉じゃん。いいじゃないの。今日だった。そうでしょ。奥宮の養蜂所。おすごい、なんかお祭りが那須城の滝に行きます。やばいね、落ちたらしい。私たち今日遭難しないように気をつけようね。そうですよ。エリチ早い。足がガクガクですよ。まだ序盤。多分いつもより多く出てる気がします。ロックガーデン登ってく、滝を登り切ってロックガーデンを目指しています。冷たい。冷たい。登るのやだって言ってた人が二人バカ娘。ロックガーデン。お昼を食べ終わってこれから鍋割山の方に向かいます。ちょっとトイレ寄ってから行くんで変なルートですけど行きます。こっち御嶽山行かない。私たちはトイレの前からね、奥の院の方に行きます。今日もしかしてこっから山登りが始まるかもしれません。山すごいな。
な感じ。どうですか、達成感的なものが感じられそうじゃないですか。感じられました。なんかただただ疲れた。これが奥の院っぽいです。どうやらナビアリ山はきっとね、ここから15分ぐらい、なんか往復でここまで戻ってきて御岳山に帰ることになる。で、今標高が1077メートルなんで、これからゆるゆると下っていくと思うんですけど、1時間ぐらいで御岳の駅に戻ります。どこに立てたらいいかよくわかんない。取られてる。恥ずかしい。取られてる。どこしかないやん。元気な人が若い人と。初めての登山だからね。それ滑るかも。でも気をつければ大丈夫。うん、でも右側崖だから気をつけて。そうだね。高いとこダメな人。高いとこ好きだけど。あ、ちょっと。岩だから滑るかもしれないから捕まってた方がいいかも。はい、ダメだからね。大丈夫多分ね。遭難してませんかこれ。多分ね。あ、道っぽい。でもそうなの、ハンドルっぽい。あの今 GPS はちゃんと使えてるけど、あの電波が全然ないから、御岳さんはちゃんとマップをダウンロードするか紙地図がいいです。はい、あ、見て、使って撮りたかったの。山には花があるもんだってエリチンが思ってた。花がもっと見たかったって言ってるんだけど、どう思います？ご飯屋さんもあるかも。そう、山にはご飯屋さんが、高尾山に登ったことがあって、高尾山基準だった。だから山に行ったらご飯があるもんだって思ってたみたいで、今日朝ご飯食べてないし昼ご飯も持ってこなかった。でもここ御岳山でちょっとあの売店とかたまたまあったからセーフみたいな感じだった。そうだね、ロープウェイ降りたとこにもあったしね、うん、あったね、あった。見どころ的な。よかったよかった。ほんとね、気をつけて。山に花が咲いてるかどうかは山次第なんでね、選んでください。山ならお花あるんじゃない。売店があるかどうかも山次第。ほんと危ない、危険だからね。山は命が、ね、かかってるからね。そうよ、そうよ。分け入るときは気をつけましょう。体調いないと危ない。気をつけて。今日は山の知識がアップデートされました。よかった。これが山だ、これが山だ。あと、そうだ、エリチンは体力があるってことは分かったね。分かった。そうですね。立派な木だなと思ったら、これが天狗の腰掛けだった。ジャックカバーをかけて、あと30分の分岐まで帰ってきたんですけども、ね、初めてのレインウェアも登場できて、はい、よかったですね。よかったです。フジロックでしか使わないフジロックのおしゃれセット着てる。おしいな。どうぞ。お邪魔します。今日ね、山登ってきたんだよ。何食わしてんのよ。シャビーダレ様でした。ふにょみけん、なんかおしゃれしてる。羽がふわってなね、ふわってしてるね。こんにちは。美味しいです。今日の山はいかがでしたか。今日の山、思ったより確かに緩くはなかったところも緩くはなかったところもありましたが、なんかとてもなんだろう、雨が降ったけど割と充実。なんか雨が降っても楽しめる山ってあるんだなって思いました、うんね、とても良かったと思います。なんか自然に触れました、たくさん。空気がとても美味しかったです。あと人が優しかった。優しかったね。お店のお兄さんたちも眺望ゼロ。真っ白ですけど、エリチン今日の初登山はどうでしたか。楽しかったです。よかった。お花が見える。本当、お花、念願のお花が。あ、本当だ本当だ。
くなる。お疲れ山ということで、今日のタイム、はい、6時間15分長いんですかこれ。ちょっと途中4時間で来れる道を6時間で来たのでもあのお茶屋さんに行くまでが4時間、うん、違う違う、ここまで来るまでで4時間。そっか、結構ゆるゆる、ね、ゆるゆる、はい、距離 6.1 キロ、上り876メートルでした。お疲れ山、楽しかったよ。これで買っちゃった。こう登ってってこうだと思う。